長崎少年鑑別所は、長崎県長崎市にある法務省強制局に属する少年鑑別所、法務少年支援センター長崎とも呼ばれる。少年法、少年院法に基づき設置され、2012年施行の少年鑑別所法に基づき鑑別業務を行っている。少年鑑別所は、家庭裁判所による看護措置が決定した少年に対し、 おおむね4週間程度かけて、鑑別を行い、鑑別結果通知書を家庭裁判所に送付する。鑑別結果は、少年審判や、少年院、保護観察所、そして、児童自立支援施設などで役立てられる。併設されている、浦上青少年相談室では、非行少年への対応を専門とする強みを生かして、一般人からの相談を無料で受け付けている。 来所相談と電話のどちらも可能である。少年鑑別所での心理相談は、その信頼性に定評があり、臨床心理士である法務技官や社会学、心理学、教育学等を専門とする法務教官らが相談に応じている。なお、秘密は厳守される。また、社会福祉法人、南高愛理委員会が運営する。 トレーニングセンターアイリンで社会内訓練に取り組んでいる人々に対し面接や心理検査などを実施する専門的な支援も行っている。相談者は本人のみならず家族などの周囲からも受け付けている。成人も利用可能である。学校での飛行やいじめ等の問題行動を取る生徒について教師に助言したり、生徒、保護者、教師それぞれと面談をした実績もある。 学校が主催する問題行動を取る生徒に関する指導研究会に参加して助言したり、法教育授業をしたりもする。相談の例など電話で相談予約ができる。長崎刑務所及び佐世保刑務所における強制点で性格検査を実施している。長崎県長崎市、橋口町4-3。ありがとうございます。